さあ、いいスタートを見せたのは庄司義政。そしてその後続くのが、さあここはどうだどうだ、面白いぞ。さあそして橋本壮吾が続くか。まずはトップで行けるのは、ここはまずは庄司義政。そしてブレッドナンバー19、その後19番橋本が続くか。そしてその後嵐圭と、そして長島龍が行く。さあまずはトップで庄司義政が逃げる。ついでブレッドナンバー19番の橋本壮吾が続く。そしてその後ブレッドナンバー2番の嵐圭と、そして長島龍が4番手。続いて水上春と、そしてその後もしも天下も続くな。さあどうだ、佐伯が続く。しかしトップの選手はもう最終盤を抜けて、優勝を決めるのは庄司義政、おめでとう。第2位は橋本壮吾、第3位は荒木圭斗。